うわ、この人強そう。はるねさん。出た。アロラ、モコウと申します。ポケモン公式最後のインターネット大会に参加していきます。で、今回のルールがもうマジで特殊中特殊。もう全ポケモン使用 OK。そして持ち物の重複 OK。めちゃくちゃなルールなんですよ。なんですが、僕今回この、見てこの潔いパーティー。もう自分が本当に好きなポケモンだけを持ってきたって感じ。で、右下の方は一応護身用として、まあ、万が一相手が伝説中だった場合に、まあ、一応暴れてもらおうかなと思って入れております。はい。で、今回のルール多分ね、もう伝説中とかもうそういうんじゃなくても多分、うわ、もうすでに冷凍1600持ってるやつがいるわ。さあ、お前の手持ちは。え、なにこれ？あ？え？なにこれ？意外と普通なんだけど。意外とこんなパーティーでさ、1596と、え、俺、鳳凰、遠慮なく使っていいじゃん。なんか、てっきり伝説ポケモンばっかかと思って、ヘルガー、サメ肌、パルシャの3体は、みんな共通して嫌いのタスキも出すんですよ。タスキがだ、ぶっちゃけこのゲーム最強の持ち物じゃん。だから嫌いのタスキは絶対いると思って、タスキは絶対いると思って、タスキも出してます。で、いや、ちょっと予想外になんか変な、黄昏のルガルガンとかいねえか、相手。え、これ、鳳凰で暴れていいかじゃん。いや、ドヤ顔で鳳凰持ち込んで倒されてもちょっと恥ずかしいけどなぁ。いや、でもこれさすがに、ローブ神か BW 最大フォロワーと言われたローシブ神。いや、でもこれやっぱヘルガ使いてぇわ。ヘルガ言っていい？初手ベンガルで、もう受けて鳳凰出して、マンダ行こう。マンダ行きます。すいません、もう僕今回の大会、まあ、全部で15戦ありまして、まあ、大会期間、開催期間がま、なんか結構1週間ぐらいあるんだけど、もう全勝する勢いで意気込みでやってますんで、よろしくお願いします。はい。対戦よろしくお願いします。これがもう最後の大会だからね、ほんと、剣盾までの。ちなみにこのヘルガーのメガじゃないですよ。はい。切り刻ん先輩、これはま、ヘルガーのマジ、ワンキルあるぞマジで。ただちょっと待って、相手の手持ち。球根が睨み利かしてんだよな。でも球根って大体ひでりだよね。ってことはここね、普通にもう何も考えずに解放したらいいと思うんだよな。わー、エッジをしょってから打てくれていく。しかもこの切り刻ん早えぞ。この刻ん早くね？スカーフ？だったら多分この解放者で死ぬけどね。死ぬでしょ。こんなんでお前1598とか言ってんじゃねえぞ。頼むからよ。カフェベローチェか。まあ、ここ多分先行で行かれるんですよ。これヘルガーが一応役割が、技見てもらったらわかるんですけど、タスキカウンター型です。で、なんだっけ、騎士改正も持たせようかって悩んだんですけど、こいつせっかちの S ぶりの、あ、ちょ、時間がてか全然ねえわ。ヘルガーお役ごめんに捨てると思いきや、ここ方法行きます。な、フェローチェって岩技ないよね。だから、多分、方法、きついと思うんだよ。いや、そら、方法出すでしょ。こんなんだってもう、なんでもありの、だって、地獄好き。お、これ地獄好き格闘だよな。何今のエフェクト。え？すげえ入った。じゃあ、Z パイぶち込んでやるか、お前。お前、Z パイぶち込んでやるじゃん、そんなんだったら。いや、でも、せんならほんといいや。だって、なんでもありの、もう、オールスター対決で、それはもう、手加減する方がむしろ失礼だと思うわ。そら、方法入れるもん。だって他の面の、みんなだってもう、あれでしょ、もう海洋がレクーザ、グラードンとかそういうのばっかり入れてんでしょ、パルキアとか、アルセスとか。アルセス持ってくればよかったな。なんなら。いや、多分このね、フェローチェ、多分訪問に対して言うことはないと思う。飛び裂ける。うわ、これでも、ゴリ押しで、もしかしたら死ぬ？さすがに耐えるんですね。さあ、鳳凰。お前の専用技見せてやれ。聖なる炎。命中威力100の確定やけどやからな、これ。マジでバカげてるよ、この聖なる炎は。ラスイチ、武神か。いや、でもこのローブ神、いや、でもこいつでも根性だから、やけどさせちゃいけないから、Z パワーのブレイブバード、ファイナルダイブクラッシュを打ち込んで終わりよ。いや、でもよくこのパ、あえてこのパーティーで、そんな勝ち越してんな。意外とみんな伝説とか使ってないってことか。いや、とりあえず一戦目は無難に勝ちですかね。なんか、俺が悪者みたいじゃない？なんか、禁止球伝説使いやがってみたいな感じで言われんのかな？これは正直使、もうだって方法明らかに刺さってるって分かってたから、それは使いますわ。はい。ワンパンでしょ。
さすがに。えい、助け？マジで？これはちょっとさすがに落ちるかな。物心すげえな。助け持たせるんだ。でも、ってことはさ、物心に助けってことはさ、一応多分そういうの考えてるってことじゃない？相手の人。まあ、これ多分ね、相手マッパ持ってるんで、ほんまに、これほんまに確率に行くんやったら、ここでヘルガーに交換して、で、ヘルガー生贄にして、で、もう一回マンダ出して2回威嚇入れて安全に狩るってやつやんか。多分そんなことしなくても、さすがに大丈夫なんで、これは暴れる使うわ。オッケー。よーし、まず一勝しました。いやーでも助けを出すということは多分ちゃんと伝説級のポケモンを意識はしてるってことだよな。へえ、面白い。うわ、この人強そう。はるねさん。出た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 。いや、俺、こういうパーティー待ってたんだよね。アルセウス三連撃。いや、俺、これ勝つよ。勝てる自信がある。マジで。これは俺、勝てる自信が、ガチであります。ヘルガーと、ヘルガーで道連れ、サメ肌で道連れ、で、最後の一体は、パルシェン、いやでもパルシェンじゃ積むチャンスがねえか。いやでもね、これマジで道連れ特攻隊よ。こっちはいるから。道連れ特攻隊にさ、全部任して、まあそれか無難にホウオウで、火傷させてっていうのを、いやちょっとホウオウぶつけたいな。パルシェンは多分結局神速があるからさ、アルセスって。パルシェンは多分役割持てないと思うんだよ。だから方法できます。ヘルガー、サメハダレも絶対道連れで一日交換繰り返して、最後ラス一をなんとか方法でコルゼリアして、潰す。これ、俺こういうの待っとってんやん、わしは。はい、対戦よろしくお願いします。あ、うるせえ。いやでもこういう、だってお祭りだからね、だって。もうこれが許される環境だから、むしろみんなこれをすべきなんだよ。色違うか、これ違うわ。よし、ヘルガー行くでしょ？ヘルガー行って。これタイプなんだっていうかわかんねえ。え、なんか今変なフリーズじゃなかった？ちょっと待って、これもう普通にさ、いや、てか初手さ、カウンター試してみていい？これ。特殊技、ごめん、一応念のため、裁きのつぶてが、こいつの持ってる裁きのつぶてっていう技が何だったのかちょっと思い出すわ。あー、特殊じゃねえかよ。ってことはカウンター刺されにくいか。これ、OK、これカウンター打つわ、一回。俺がなんか地震とか打ってきて。壁？何？意外と堅実な意外と堅実な戦術ってくるか。いや、これもうカウンター見せちゃったからさ、さすがにもうあれだろうね。しかも向こうのが多分早いんだよな。どうしよう、助けて誰か誰か助けて。これ道連れ撃つか。道連れ撃ってさ、滅びの歌？何これ、何、どういうつもり、どういうつもりこれ。ちょっと待って、滅びの歌か。で、多分今、水連れを見たでしょ。ここ殴ってくるとは考えにくいのね。なので、サメ鼻に変えるか。ちょっとでも、なんか、あれだよな。いや、殴ってこない。うん、ここサメ鼻に変えるわ。で、守るして確実に安全な状況を作っていく。いや、でもちょっとこれ先日読まれたな。いやー、これアルセウス。うわ、最悪だー。しかも、このステルスロックが地味に頬にをぶっ刺さってるっていう。ちょっと待てよ。まあ、結局のところが守る。あ、でもこれ、神速があるんだよな。なるほど。初手は補助要因ってことか。ちゃんとアルセウスに役割持たしてる相手。偉いな。ごめん、レートビーム打ちます。なるほど。滅びの、ってことは、こいつ攻撃技がないパッ、型か。ってことは次で絶対交換だよね、相手ね。これ来んないかな、これで。くっそ、こういう時にな、影踏みのポケモンがいたら。これすいません、これね、冷凍ビーム連打するしかないわ、多分。引っ込めるでしょ。で、これ冷凍ビーム連打して、凍らして。なんか色が違えやついるね、これ。わかんないわかんない、これ、なんのこれ。あ、水かな？水か。水っぽくね？水か氷って、多分氷タイプのそこのなんか水だわ。ごめん、これ多分サメ失ったら、
ゲーム終了なんですよ、多分。で、これもう、ヘルガにか、お、静止したか。静止しやがった。これ多分サメか。うわ、鬼火とかいうめんどくさいことされちゃったー。ちょっと、もう何でもできるやん、このポケモン。読まれるかな。もう一回道連れ打ってみよっか。結果論だけど、今のタイミングでヘルガに帰れたら、もらい火発動できたな。いやー、でもどうだろう。わかんねえ。ちょっと怖いわ。でもこれ道連れ打つしかないか。だってアルセウスって神速あるわけやろ。ってことは、この道連れ戦法も、地ならし、落ちろ。へ、サメ肌頼む、落ちて、落ちろ。うわ、全然落ちなそう。あー、ダメだ。あー、くそ。なんでお前そんな、小技使ってくんの恵まれたポテンシャルを全く活かしてないような気がするけど。もらい火、地ならし。もらい火、地ならし。もらい火、地ならし、そんで思い切って方に変えてあるか、これ。いや、ないな。いや、ここに変えんのありじゃねえ、これ。変えるわ、俺。いや、この辺でね、安田さんサメ肌とか失…痛くないよ、俺。もう一発鬼、鬼見っとこい。で、これ、まあ、ステルスロックで半分食らっちゃうけど、あの、こっち、自己再生あるんで、ちょっとそれ、アルセウスでやることじゃない、マジで。アルセウスでやることじゃない。ちょっとこれ、俺タイプ調べていいか、このアルセウスの。雫プレートだな。猛毒、拳、岩石、もののけ、竜、こわもて、鋼鉄。ごめん、なんか時間限定水出になっちゃった。まあ、そう、ごめん、そうだよね、ホエルだよね。いや、これ最悪だ、もうなんか、ちょっと待って、この、ちょっと待って、俺、このアルセウス本気で凝らしに行っていいじゃん。どうせお前ホエルしか近寄らないでしょ。本気で凝らしに行くわ、こいつ。これ。そう、なんでそんな二人がかりでエアームド一匹でできること してんのこいつら。お前マジか。お前マジか。ちょっと待って、なんか、アルセウスらしい一撃みたいな、一切ないんですけど。頼む、ひるんでくれ、これで。逆にさ、ひるまね、逆に俺が、道連れをちらつかしてるおかげで、相手がもう吠えるしかできなくなっちゃってるっていう。これ吠える、吠あれだよね、死なないよね、大丈夫だよね。アップデート、すいません、これね、プレッシャー、放ちつつ、リフレクターなくなった。ちょっとこれさ、ちょっともう、撃つわ。Z 技撃ちます、ブレードバード。ここしかない。新速撃ってくるのに、マジで。あー、そっか、ごめんなさい。そっか、こいつの方が早いっての忘れてた。ちょっと待って。ステロじゃねえ。こいつ何つけねえ。鬼火だしょ。鬼火、地ならし、ホエール、自己再生。ってことは、方々に対して言うことがないな。うん。ってことはよ。ここ、ファイナルライブルクラッシュのダメージによるけど、これで何本入るかだな。いや、ちょっと鬼のように硬い。まあ、だってこいつ、俺取得して120だもん。自己再生してホエールで退場しましょう、じゃあ。あ、向こう、あ、だったらこれ自己再生、俺も撃つわ。それだったら。いや、てか、次回、ここ違うな。自己再生じゃねえ気がする。ここで聖なる炎撃とっか。方法だったって、これ、一応半分回復しておけば、次のあれで耐えない。聖なる炎入れさえすればさ、相手のダメージソースになるし、これで火傷させちゃうと。火傷させる。ごめんなさい、半分引けなかった、50%! もう、やべえ、一生これ繰り返して、終わる気がする。ちょっとお願い、凍って攻めて、これで。
これ、これ、これ。うわぁ。くそ、今のせいだよ、この火傷引けねえの、マジで。なんか2位残ってる、今回は。ちょっと待てよ。ちょっと自己再生していいっすか、じゃあ。ラス1になれば、いいわけですよ。だから相手がもう、だからね、じゃあ、ホウオは生き残らなきゃいけない。だからもうここを、あー、そうやな。そうやな。そうしよう、そうしよう、そうしよう。まあ、この、ここら辺、サメハナとか、ヘルガーで、ワンチャン狙いながら、サメハナ死ぬ、死んだ？いや、残ってる。ちょ、ワンチャンこれで、もう、効率検出しよう。効率検出して、お、ちょっと待って。もう、なんやねん、こいつら。これ、これ、これ、これ！来た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 、いやー、いける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 、あー、いける。ちょっと待てよ、待てよ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 。方法で潰しに行くか、うわ、わかんないわかんない、ここ。まあもう、この氷ターン次第だからね。なんか、こいつ場に出るたんびに HP が一日増えてってる。よっしゃ、徐々に回復してるぞ、俺。徐々に回復にすることに成功してる。あ、相手吠える選択してるんだ、これな。とりあえず、これ、前も、たまに回復しようか。まあ、相手が 25% 引かない限りは、うん、オッケー。もう一回、戦闘自己させ。これ、ちなみになんですけど、戦闘の方の撃っちゃったら氷溶けるよ。だから、ブレイバー撃つしかないんだよな。お願い、もう一旦、もう一旦続いて。しゃ、オッケー。ブレバ。あ、水だな、こいつな。ブレバがちょいちょい吸収とかなってくれるとでかい。しかもさっきさ、確か、オッケー。いや、これマジで、多分ラスイチがアタッカー機質のやつ、でもそいつを倒しちゃえばさ、あ、こいつなんか先行で、あれ、自己再生したね。させんよ、俺、そんなこと。そんなことさせんよ、マジで。あと一発。もう溶けない前、溶ける前にやっちゃおうか。俺が溶けない、ここ一番！よっしゃー！もう今年一番の雄たけび上げてやった、今。っしゃ、突破できた、これ、あとラス。もう一体が多分アタッカーのやつだと思うよ。最初のやつの攻撃技持ってなかったし。勝てるぞ、これ。アルセウス、どっちのアルセウスや。これ最初出てきたやつやんな。ってことは、ここで滅びの歌でも打つつもりか。いや、これね、聖なる炎打ちますわ、俺。いや、技も全部割れてるからね、俺。言っとくけど、技割れ、あ、なるほど、リフレクターとかしちゃって最後のアタッカーに。繋ぐって感じか。頼む、やけど引いて、お願い、引いて、やけど引いて、やけどしねえな、なんかさっきからな。ちょっとやけどしてくれないと困るんですけど。で、まあ、滅びの歌ぶちかまされるわけでしょ。いや、これマジ慎重に考えろ、ほんとに。相手はでも、こっちを強制対処させるような技がないから、てか、やけど引かなすぎじゃね、さっきから。なんなの、何してんの何してん、マジで。何しとん、これ 50% やんな。ごめん、俺なんか、勘違いしてる。アルセウスってそういうの受けない。ここ自己再生やな、じゃあ。ここで引っ込めんの、まだ一旦あるよな。まだ一旦あるよね。そやんな、まだ一旦あるよな。鋼やな、このアルセウス。ちょっと入れ替えるわ。まあ多分読まれるか。鋼っすよね、これ、見た目的に。鋼鉄の。守るしてこい。あー、やーや、ここで裁きのつぶてか。
今一つ、うん、鋼だ。え？いけるんちゃう？これ。いけへん？マジで。もうこれ半分食らうけど、相手が俺に対して有効打がなければいいわけ。ちょっとごめん、これね、怖いんで、どのみしここで自己再生決めなきゃ多分負けやから、いや、多分ね、わかんないけど、だって先行取られてるの？流星群、いや、これ、耐える、こいつの、え、もう HD ブリ本王の耐久舐めてもらったら困る。いや、全然耐えた。いや、これ勝てたわ、多分。いや、勝てたんちゃうか。いや、勝てたで。聖なる炎の PP だけちょっとちゃんと残そう。いや、違うな。そっか。ここで、違う。滅びの歌だ。滅びの歌。撃ちに来たんだ、相手は。ってことは、少しでもターンを。稼がしちゃいけない。これブレイブワードだ。頼む、これブレイブワードで倒してくれ。せめて。うわぁ、ダメだ、ちょっと待って、カネカ。あ、ちょっと待って、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 待って。待って、待って。これ俺そうなの、ほら、うわ、俺、で、多分正解やろ。これで火傷すれば落ちる。よし、オッケー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 。いや、だって今のブレイブワードで、多分もう一回貼られて落ちなかったよね。いや、もう自分で、カウントが2になった。いや、もう、もう滅びの歌、じゃない、聖なる炎2発で、こいつが落ちるかどうかや、もうその勝負や。守るとか持たれてたらもう負けや。頼む、守るとか持たれてたらもう負け。あ、なんでそこで、95% そこで外しちゃあかん。ほうちゃん、そこで外したんか。あー、でもどの道無理やったな。あー、やけどで一発吸収。いや、他にやり終わったのか、これわかんないわ。いや、なんかすげえ、なんかもう、疲労を蓄積してしまったけど、まあ楽しかったです。大変でした。